もう首位に立った以上、これから落ちたくないですし、何が何でも優勝したいと思います。できないような展開になっています。山田直樹は慣れないワントップへ、鈴木の横のスペースにドリブルで出てくる大谷、サイドを使う攻撃得意な酒井、グランダーのボール、こぼれてミドルシュート、コース変わる、ヒヤッとする場面でした。
方のサポーターを選手が斜めに行くってヨーロッパではしょっちゅう見ますけど、 J リーグではなかなか見ないですよね。パスかシュートか、パスにしてワントラップ、シュートはどうだ、大谷でしょ最後。オウンゴールですけど、そこ入ってきたら大谷ですよね。どうかな、シュート、ナイスブロック。いや大谷選手じゃないですか今ね。柏レイソル J2 降格が決まってしまいました。手塚で横へ流してきた大谷、クロスバーを叩いた、後ろから大谷、大谷のシュート、クロスバー、大谷がロングシュート。さあこれマルキに取りました。そしてオルンガーのところスペースを走らせていった、これも狙っていった、オルンガー、小池ここは連動性を見せます。そして浮かしたボール、ボレーシュート、シュート、あっとここはブロックしたのは大石。7番大谷秀和、現役最後のピッチングです。